クリスマスナイトフォーエバー。自然だせえな、なんか。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2023年2月22日水曜日の午後0時32分です。今日はレイジさんが行商にいらしてますよ。植物の種や苗をお求めの方はぜひ広場にお越しくださいね。それでは今日も皆さんが楽しく暮らせるよう精一杯お手伝いさせていただきますね。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで行きますか。めちゃくちゃ寒そうだけども超絶寒そうだけども。お、マミーさん何してるの？役所に用があったのかい？アイナさん、ご機嫌いかがですか？タフン、お話ししよう。今日みたいな日こそ Do it yourself をじっくり読みたいですね、タフン。何それ、誰の本だ？アイナさん、お久しぶりですね。あなたがお元気にされているのは風の噂で聞いてましたよ。なかなかお話できなくってちょっと寂しかったですよ。あれ、ルーシーとは会話してなかったっけ？おーさいな、ちょうどお前のこと考えたとこだぞ、の心。話しに来たよ。おいら、筋肉に毎日話しかけてるんだ。そうすれば、なんとなくよく成長するような気がしてさ、の心。すごいなんか、ほうけた顔になったけど。イェーイ、一緒に。今の全然飲めてなかったよね。確実にこぼれたよね、今のは。さあ、そして、だいた、何やってんの？あ、アイナちゃん、やっと話せた。あは、あたい地味に寂しかったんだから。あれ、話してなかったかい？話してたと思うんだけどな。二人話してなかったような反応やね。もう二人は普通やったけど。さあ、ちょいとお久しぶりにお仕事に出てきますか。めっちゃ浮かれたような格好やけど今。会話始めるんかと思ったら始めんのかい。わーい、元気だぞ。おしゃべりしよう。今日もアイラ島は平和だね、だぞ。いいことだよ、平和が一番。さあ、お久しぶり。久しぶりだね、アイラ。仕事するならまず、たくみさんのとこだよ。了解です。挨拶してきます。確実にあれよね、バカンスで来た側よね。アイナちゃん、待ってたわよ。今日も一緒に頑張りましょうね。了解です。今日は普通にお仕事でいいの？アイナちゃん、どうしたの？お仕事する？します。オッケー、お仕事を始めるのね。さーて、頑張りますか。今日もよろしく。じゃあ早速声かけてきます。さーて、どんな感じかな。え、オイラの別荘はかっこよく SF っぽいテーマでいきたいな。クリスマスという至高の時間をずっと味わっていたいね。クリスマスか、いいね。あれ、カルロスよね、めっちゃ久々。映画を撮りたいんだけど、撮影所っぽいとこないかな。ほう、あたい雪国育ちだから雪遊びができる別荘が欲しいな。あー、なるほど。お米料理でいっぱいのお部屋、考えただけでよだれが出そう。お米料理でいっぱいの部屋、なんでだろうな。海を見ると懐かしい気持ちになるんだ。鏡を見たら答えがわかるんじゃないかな。自分がタコだということに気づいていないのかい。どうしよう。クリスマスかな。いや、はじめまして。君ってさ、ビジネスで別荘を扱ってるんだろ？僕の人生でやりたいことリストの中に、別荘を建てるっていうのがあるんだけど、君だったらそれを実現できる？できるよ。お任せください。提案させてください。いや、お任せください。やった！引き受けてくれてありがとう、ベイビー。そうか、そういう感じやったっけ？それじゃ、いろいろお世話になるけど、改めてよろしくね、ベイビー。僕としてはこんな感じの別荘が理想なんだけど。クリスマスナイトフォーエバー。ダセーな、なんか。カルロス様。なるほどです。素敵なイメージですね。
ではイナちゃん、ロケーションを選んで差し上げてちょうだい。ふんふんふん、ロケーション、まあでもクリスマスやけん雪かな。ここにする。メリアスと被るけど。へえ、こんな素敵な場所があるんだね。早く現地に行ってみたいな、ベイビー。了解です。こちらにご用意させていただく別荘ですが、1階建てか2階建てか、どちらを希望されますか？そうなの？サービスが充実しているんだね。そうだな。君の意見聞かせてくれる？私は1階建てでいいと思うよ。なるほど、プロのおすすめなら間違いないだろうし、僕1階建てにするよ、ベイビー。あれはね、浜辺だけじゃなくて、やっぱその辺にもこの別荘を持った方たちが溢れてくるようになるのね、この島では。カルロス様、別荘の場所も建て方も決まりましたので、あとは現地で進めてまいりましょう。じゃ、別荘を建てれば建てるほどこの島が豊かになっていくわけだ。アイナちゃん、カルロス様を現地にご案内してね。了解です。でっかいのが届いとる。これはツリー？これが僕の別荘か。これからどんな風に化けるのか楽しみだな、ベイビー。じゃあアイナさん、君に全部お任せするから、あとはよろしくね、ベイビー。よし、頑張りましょう。おー、ツリーだね。ちょ待って、とりあえず一旦家を、まあ、これにしよっかな。これで屋根が赤か緑がいいよね。ボーダー、まあ、雪積もっとるけん見えんねえけどね。僕は赤で、壁が壁が茶色い丸太、ライトブラウン、アッシュブラウン、かわいい。かわいい。よし、これで。んで、クリスマスツリー。そして、なんか木、そうやね、この辺の、まず、この辺ちょっとのけて、ライトアップの針葉樹にしようよ。ね。どれぐらい？これぐらい置いといて。こっち2つ並べておけるかなと思ったけど、2つは無理か。まあ、でもこうやったらいける。OKOKOK。でもちょっと待って。この家をさ、もうちょいなんか正面に、ここか？合ってる？どうしてもこれど真ん中にはいかんのかな。これど真ん中か。ど真ん中ではない気がするな。でもこんなもんか。んで、こうね、木で囲って、いや、これは邪魔かな。で、これ木若干寄せての、こんな感じか。ここにも置くか。なんかこれ、横のさ、このペグロープのところから普通にずれとるけど。普通にずれとるけど大丈夫なんや。これで地面、地面を、どうしよっかな、地面。一番最初パッて頭の中で思い寄ったのは石畳系なんやけど、でも、レンガでもいいかな。レンガもいい感じかもな。こんな感じ？いやー、でもやっぱり、石畳かな。
あ、石畳の方がいいかな。うんうんうん。んで、あとどうしよっか。大きなクリスマス。まあ、これはあれやろ。家の中やろ。クリスマスキャンドルもまあ家の中やろ。この辺の外飾ろうや。トナカイのイルミネーション。そう、こういうのをね、あの自宅の庭先とかにね、置いとるご近所さんがおるんよね。私小学生？違う、中学生か。中学生の時もさ、なんかめっちゃ、うわ、すげえな。あの、学校の帰りに、近所にね、めっちゃ広い庭で、なんかこういう飾りとかをいっぱいしとるとこがあって、毎年楽しみにしとったんよね。何気に。マジ毎年楽しみやったんよ、あれ。友達とね、ワイワイ言いながら、見よったんやけど。どういう飾り？これツリーなん、一応。プレゼントとかはなんかツリーの飾りの近くに置きたい。まあ、わちゃわちゃした感じでいっか。いいよね。浮かれた感じでいいんや、こういうのは。よし、入ろう、中。よし、そして、家の中が、うん、うん、うん。どうしよっかなー。まず、壁紙かな。壁紙、壁紙。雪の降る壁。あー。いや、でも、クリスマスな壁。いや、これ、違うかな。スターな壁。いや、違うね。なぜ南の海？冬っぽさがみじんもないけど。雪の降る壁。これかな。でもめっちゃ寒そうやな。なんか、カーテンつけてって感じ。ダークなフローリングブロック。赤レンガの床。なんか硬そう。まあ、でもクリスマス、こんだけの飾り付けってなったらなんか外国ぐらいのイメージかな。土足？ダークなフローリング。なんかな、もうちょっとなんかいい床ない？ミックスウッド。こういう感じのでいいんやけどな、私。他。ナチュラルフローリングブロック。違うね。違うね。大理石。あ、こういうのはこういうのでいいな、なんか。待って待って待って。やっぱ一番最初のさ、ミックスウッドとかでいいんじゃない？んで、ちょっとね、暖炉とか置きたいよね。これこれ、暖炉。アップライトピアノも欲しいかな。大きな木の実のツリー可愛いんやけど。え、ソリとか外置きたくない？ねえ、このトナカイのイルミネーションの近くに置こうや。後で置こうっと。で、でっかいテーブルが欲しい。あ、薪。薪と蓄音機、黄金の食材も2つ出して。あ、待って、これも小さな木の実のツリー。ブッシュドノエル、アップルパイ。え、置きたいものめちゃくちゃあるな。で、でっかいテーブル、この辺？ノルディックのテーブル？これを、バリエーション、あ、違う違う違う。は？待って、じゃあ先に。はい、これ端っこに置きます。で、これこの辺。待って、中心はどこだ？違う違う違う。中心、この辺？で、巻き。で、食材置いて、食材2個いらんな。こっち側は小さな木の実のツリー。あ、でもこれ、あ、そっか、食材乗っけて、こっちにするか。んで、ピアノ。ピアノ。んで、ノルディックなテーブル。これが、どれぐらいの色だ？
ライトウッドではないな、ダークウッドぐらいかな。いやでもなんか床と合いすぎとってちょっと違うな。ちょっと待って。ナチュラルぐらい？あ、まあナチュラルかな。ちょ待って、先に乗せとくか。アップルパイとプッシュドノエル乗せて、んでちょっとねこれ横向けたいな。で横向けて、あ、そう、蓄音機を置くための、ん、蓄音機を置くための台とかが欲しいな。ノルディックナローボード待って、これもナチュラルウッドにしとくか。あ、でここに蓄音機を置きまして、で、あと椅子、ダブルソファー、ソファー、うん、いや普通の椅子かな、カントリーな椅子。カントリーな椅子どうしよう、何色にしよっか。普通にナチュラルかダークブラウン、ナチュラルでいっか。これ4つ置きまして、あー、いいね、なんか温かい家庭って感じ。あ、ピアノの椅子も欲しいな。いいよ。んで、ピアノ用の椅子が欲しいです。ピアノはあるけど、ピアノ用の椅子はないんか。ないな。ってことで、ピアノ用の椅子、椅子。この辺か？ピアノの椅子。どうよ。もうめっちゃいいんじゃない？これで。よきよきよき。で、外にソリ置いてくるね、私。入り口入ってすぐのところになんかあれやな。なんか欲しいな。待って、これいらんかな。とりあえず、こっちの方。こう。あ、奥に置くか？あ、そっか、こっちか。ソリ後ろよね。はい、これで、まあ、なんか引いとる風に。で、奥の後ろに、この特大オーナメント。どうよ。あ、いいんじゃない、いいんじゃない。あ、いい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 、めっちゃいい、めっちゃいい。良きっすよ。あ、ミスった、ミスった。ミスった、ミスった、待って。よし。で、これ足元にさ、なんか欲しいな。あ、飾りとかもしたいな。スターなガーランド。無理か？ちょっと待って、足元。ラグ。あ、なんかこの辺の。待って、ライトブラウンの牛革ラグ。マジ試験？ちょい待って。この辺に、しけるやん。全然しけるやん。こんな感じ。待って。このラグを動かしたいんだけど、私。こう横向きでさ。こういう感じ。あれ、違うな。ずれたの。はい、こんな感じ。オッケー。こんな感じで。はい、オッケーです。
完成しました。おや、もしかして完成したのかい？しました。どうでしょう。やった、この瞬間を待ちわびていたよベイビー。イエーイ、いい感じ。カルロス様、クリスマスナイトフォーエバー。いいやんいいやん。パシャッと撮影。あ、ちょっと椅子邪魔だな、手前のめっちゃ邪魔だったな今。何、パーティーに誰呼ぼうかなみたいな。いいねいいね、イエーイ。ちょ、あんま近かったら暖炉熱いかもしれんけど。今日はありがとね、アイナさん。いえいえ。ところでこの後どうする、ベイビー？そろそろ帰ります。オッケー、時間ができたらまた会いに来てよ。いつでも歓迎するからさ、ベイビー。了解です。いい感じに仕上がってきたよ。おかえりなさい。お疲れ様。どうも。はい、今回のお給料15,000ポキよ。あざす。今日はもうお仕事終わる？それとももう少し働いてく？終わります。分かったわ、ゆっくり休んでね。ふう、ほい。ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さあ、ってことでクリスマス、現実ではね、とっくに終わったけど、やっぱ作りよってもね、ウキウキするよね。いいと思う、あの年末年始のあの感じ、めちゃくちゃ浮かれる感じ。